フェリッサ・ウルフ・サイモンは、地質微生物学者、地質性化学者。現在アメリカ地質調査省及び、NASA 宇宙生物学研究所の NASA ポスドクフェロー。極限環境バクテリアを発見したチームを率いた、ことで知られる。ウルフ・サイモンは2000年に、オベリン大学及び、オベリン音楽院で、それぞれ生物学の教養学士号とオーボエ演奏の音楽学士号を取得。 2006年には、ラトガース大学の海洋海岸科学研究所にて、博士号を取得した。その時の学位論文のタイトルは、ザ・ロール・エボリューション・オブ・スーパー・オーキサイド・ディスミューテイセスイン・アルジーであった。2006年から2009年に、アメリカ国立科学財団ポスドクフェローシップを授与して、アメリカ地質調査所、アリゾナ州立大学の科学、生科学学科、 ハーバード大学の地球、惑星学科で、ポスドク研究フェロー。2009年に、ハーバード大学の分子細胞生物学科で、ティーチングフェロー。そして2010年、米国科学アカデミーから被かり、フェローシップを授与し、結出した若手科学者であることが認められた。ウルフ・サイモンの研究は NASA 宇宙生物学、進化生物学プログラムから資金が出されている。 ウルフ・サイモンの研究は、進化微生物学と外来代謝経路に焦点を合わせている。2008年の会議、続く2009年の論文では、ウルフ・サイモンとその同僚らは、非酸塩が、リン酸塩の代替として機能し得るのではないかと、提案した。初期の報告書の共調者であったポール・デイビーズによれば、ウルフ・サイモンは、ヒ素がリンの代替になり得ることに対するクリティカルな洞察を、 持っていたという。ウルフ・サイモンは、そのような生命体を探し出すため、カリフォルニア州のヒ素がもともと豊富なモノコをターゲットにした。モノコにおける調査の結果、DNA や他の必要不可欠な生体分子内でリン酸塩の代わりとして、ヒ素を取り組むことが可能なグフォージマイナス1というバクテリアを発見した。もしこの研究成果が正しければ、 DNA や他の重要な生科学的機能に基礎を取り込むことが可能と判明した世界初の生命となると思われたが、この論文は発表当初から論理的実験的な稚拙さから批判が殺到し、サイエンス氏が発見を主張する論文とそれを否定する八つのグループによる複数の反対論文を同時掲載するという前代未聞の異例の事態になり、2012年には、 原論文の要点をほぼ完全に否定する報告が、サイエンス市上で発表され、ほぼ間違いだったことが確定的となっている。この発見には、もともと確実な証拠が皆無なのにかかかわらず、メディアの報道だけが加熱したことから、微生物学のビッグフットと揶揄されている。この発見論文はそもそも出版されるべきではなく、リトラクションされるべきだという意見がある中、 2018年1月時点では撤回までは至っていない。ありがとうございます。